はい、皆さんおはようございます。ガチガチ専門ホーマカドーの下川です。今日は休みでして、これからちょっとねお出かけするんですけど、でちょっとねこういう合間も使ってですよ、皆さんに何かメッセージお届けできたらなっていうことで、社内でもこうやって撮ってます。まあ最近はですね、最近の私の動きとしましては、ガチガチ専門をですね、専門を、商標登録しまして、でそれを使ってですね、皆さんにガチガチ専門店になりませんかっていう形で呼びかけてですね、そのガチガチ専門のねチームを増やしたいなっていう活動を始めてるわけです。で今実際にねその商標登録が完了したわけじゃないんで、出願段階なんでね、まだガチガチ専門は完全に私のものではないんですけども、こうやって事前に、動画撮って、ちょっとでもね早く皆さんにお届けできたらなという形でやってます。はい。で私最近ねこうやって最近というか YouTube は半年前から始めて、半年前からねこうやって偉そうに喋ってるわけですけども、まあやっぱそれなりっていうか根拠はあるんですよ。そして私が全て経験して、培ってきたその知識ですね、知識経験、ノウハウがあるわけですけども、それを使ってですね皆さんに自信を持ってお届けしてるんです。危ないシートベルト忘れてました。はい。ですんでね最近コンサルティングとかね、よく DM とか私のどこにも来るんですけど、メールも来ますね。技術を追い求めてたらダメだよとかね、まあいろんなことですよ。いろんなことを言ってくるんですけど、まあよく考えてみたらその人たちっていうのはね、これあくまで私の意見ですからね、鵜呑みにしないでくださいね。まあ現場をどれだけ経験してるかってことですよ。だから政治家でもいるじゃないですか、庶民感覚を知らない政治家ね、そういう人たちが国民のためにいろいろ政策を練って、やってるわけですよ。まあそんな感覚に近いんちゃうかなと私は勝手に判断してます。ですのであんまり鵜呑みにはしないです。そういう、コンサルティングのねメールが来たり DM が来たって、飛びつきはしません。はい。で私が、このサロン経営っていうのはねもう10年経験してきてるんですね。で10年前っていうのは、私は4人スタッフを抱えて始めました。で当時はですねまだサロンが少ないんですよ。少なかったんです。だから競合も本当少なくて、まあ10年前やったら増えてきてるんですけど、また実は本当は13年前に、会社の先輩とですね共同経営っていう形で1店舗目を本当は出してるんです。またここの地じゃなくて違う奈良県の違う土地にね出してるんです。その時はすっごい稼ぎました。で何の戦略もないです。とにかく綺麗なお店、雰囲気作りですよね。おしゃれな雰囲気作り、落ち着くよと癒しを前面に出してやってたわけです。そしたら、まあ、珍しさもあってか皆さん来るわけですよ。本当にあの時はすごかったですね。月に奈良県ですよ、奈良県の小さな駅の近くに出しただけなんですけど、で何の戦略もなく、やってて月150以上稼いでましたからね。店舗として150はありましたね。それが続くわけです。で現在今はそういうことはないですよね。そういうことなんですよ。で、その、共同経営してその3年後に、2年後ですね、2年後に私独自の今の本和華堂を立ち上げたわけです。もうその頃にはそろそろサロンも増え出し始めてますよね。でその共同経営してた時の感覚で同じようにオープンさせたわけです。スタッフも4人引き連れて、まあ厳しかったです。もう1店舗目と同じような感覚でやって、同じようにお客様が来て同じように売り上げが伸びると、信じてました。疑うことはなかったです。本当に未熟でした。でね、その
業界が変化してる段階ですよね。増えてきてね、大手も手出してくるしっていうことですよ。全国展開してくるしっていうことで、あと皆さんにね認知されていくっていうことです。こういうマッサージやサロン屋さんっていうのが認知されていく時代っていうことです。にもかかわらず戦略をなかったと。同じような、いい雰囲気、おしゃれなお店を出せば来ると信じて疑わなかったですからね、はい、で結局、従業員さんにねお給料払うのがやっとだったんですよ。そんな状況だったんです、はい、だから私の取り組みはゼロです。それが 2,3 年続きました。で、ね、もうこのまま私のね、経験を簡単にお話ししますけども、でその後ですよ、それが、まあ、スタッフさんも1人辞め2人辞めになってスタッフも減ってきて、まあ、当然ですよ、お給料も払えなくなってきますから。で私も、最初の頃はね、結婚もしてなければ子供もいなかったし、でおまけに彼女もいないっていう状況でね、何もね守らなければいけないものがなかった状態なんで、イケイケでいけたわけです。しかしですね、私も当時、33歳ぐらいになってたんでしょうかね、もうその頃にはもうお店もどん底です。で私の取り分もないと。でも彼女ができて結婚の話になると、で結婚しなければいけない年頃になってるということですよ。で彼女にもそういう話になってくるっていうわけでね、したら本気で考えるわけです。私もね、どうやったらもっとお客さんが来るんやろうということでやってたんですよ。そしたらよく考えるとね、コアになるお客様っていらっしゃるでしょ。法則であるじゃないですか、8対2の法則っていうのが。だいたいお店の売り上げ8割が、2割のお客様でなってると。2割のお客様の売り上げでお店の売り上げ8割いってるという形です。だからコアなお客様ね、毎月計算できるお客様っていうことですよ。そのお客様を見てみるとみんなガチガチさんなんですよ。癖が強かったりね、ちょっとみんなが敬遠しそうなお客さんやったりとかするんですね。で当時はまだ私そのガチガチさんをほぐすスキルっていうのはなかったんです。でもそうやって来てくれたんです。だからね、そこでちょっとずつ思い始めるんです。ガチガチさんをターゲットにすればガチガチさんばっかり来てくれたらいいやろな、経営は安定するんやろなということです。でもその技術っていうのはまだその自分の中でこう確立したものがなかったんで、まだそのガチガチさんを完全にターゲットするっていうのには自信がなかったわけです。でそれでね、お客様ガチガチさんっていうのはね、まあ、私の常連さんです。もう毎週毎月のように来てくれるんで、まあ、いろんな話できるんですけど、もう思い切っていろいろ聞いてみたんですよ。どうやったらいいですかと。だからね、最初はね、そのガチガチさんにいろいろ聞きました、お客様に。もうプライドなんか関係ないです、そういう時は。でその人っていうのはやっぱガチガチさんっていうのはいろんなね、昔からガチガチなんで、針行ったりマッサージ行ったり鍼灸行ったりいろいろ整骨院行ったりやってるわけですよ。で聞く施術っていうのがあるんで、それをいろいろ教えてくれました。こういうこの人はこういう風にしてたよと。あーそれ気持ちいいねって言って、私が勉強してるかのようにお金もらいながらね、施術しながら勉強させてもらってたんですよ。それがきっかけですね。でそれでいろいろ学びがあって、で、その時は持続圧っていう言葉すら知らなかったですから、でそれきっかけでだんだんガチガチ専門に行くわけです。でガチガチの、ホグススキルができましたと。そしたら次ガチガチさんを集めないといけないんです。ガチガチさんをどうやって集客するか、その集客の仕方もねいまいち分かってなくて、最初はね、疲れ果てた人どうぞとかね看板に書いてみたりとか、凝りすぎて辛い人向けの、施術院ですサロンですとかね、ほぐし屋さんですとか言うてやってたんですね。まあまあ反応はあるんですけど今ほどじゃないですよね。でまあターゲット絞れば絞るほどいいっていうことをやったんですけど、とにかく私はガチガチさんをしたいっていうことをやったんで、でガチガチさんでふと思ったんですよ。専門家いろいろ専門店ってあるじゃないですか、ね、焼き鳥専門店とかね、
そんな感じです。それでふとあガチガチ戦もこれでええやんっていうことですよ。やっぱりね、パッと目に入って、ガツンと響くターゲットに心のターゲットの心の中に響くキャッチフレーズっていうのはダラダラした長い文章よりも短い方がいいと思うんですよ。なぜならこうやって立ち止まって店頭の看板でダラダラ長い言葉書いてもね、立ち止まって読む人っていうのは稀なんですね。なんかいかに歩いてる人を